鈴木。おお。え、あ、佐藤。おお。通称 ATM のゲームの最新情報をお届けするコーナーでございますよ。さあ皆さん準備よろしいですか。ちょっと私キー高めで始めてみましたよ。さあということでご案内役はセガインタラクティブのこの方です。どうぞ。 ATM 宣伝担当セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。このスキルことのない宇野さん人気は一体何なんだろう。本当にうわーすごいね。もう宇野さんからもう顔のキューンすごい。そして暑そうなスーツね。これでも夏仕様ですか。はい。いや素晴らしい。やっぱりね、勝ててほしいですよ。でももう暑いでしょ。そうですね。もうこの時期もえらー暑なってますしね。もう夏ですから、はい、夏といえば兄様。あんた時間ないでもうお兄さんよ。早いですよね。お兄さんよ。もう時間ないですよ。なんか兄様出るためにいろいろ頑張ってるんでしょ。そうですね、はい、もうすぐですよ。どうするんですか。こっちにはですね、はい、奥の手があるんですよ。ん、奥の手。旦那って何やの。まあそれはそれとしてですね、今週も行ってきました。また東京アナウンス学院さんに行ってきました。もうあかんで、もう迷惑ばっかりかけて。最近どうなってるんですか。はい、まあこれだけ通った甲斐もあって、うん、カメラの回ってないところでは学生からもですね、うん、一目置かれる存在になっちゃいまして。いやいや、それ言い方やん。いやもう参りました。ただ単に聞かれるだけちゃうの。いやいやいや、そんなことは。ほんまに大丈夫なの、うん、なんか不思議。あれ編集して流せる状態になってんの。え、本当に。まあ言っちゃったな。誰と喋ってんの。全員機材とかいじったりしてるよこれ。誰と喋ってんの。まあ素の部分の私が見られちゃってちょっと恥ずかしいかなっていうのがあるんですけれども。三文感すげえな。それでは VTR どうぞ。埼玉スーパーアリーナの舞台に立つべく大人の力を借りてオリジナル曲を制作したカリスマ宇野。今度はその曲をアニソンにするためアニメを制作しようと考えた。声も当てた宇野は今回も東京アナウンス学院を訪問するのだった。かっこ悪い。で、 M1 ファイナリストの柳原に俺が笑いを教えてやってるわけよ。かんどるやないか。今度、高橋名人に合わせてやろうか。最低。すげえ小物。お、坊主、今日はどうすんだ。今日はなりきりの練習です。なりきり。アダモちゃんのなりきりだったらできるよ。あたませて。それでは。スコタレや。僕が手を叩いたら3歳児に言います。一番大事なとこ。いきますよ。直視ですね。やーい、僕3歳。じゃあ次は猫になりますよ。にゃーん。にゃーん。あ、ライオンになりますよ。ガオーガオー。あ、ゴリラだ。
マック行く？ウサギになるよ。頑張れ頑張れ。いや頑張ってる。あ、豚だ。頑張ってる頑張ってる。なんかちょっと恥ずかしさがない。55点、9大点ですね。殺してくれ殺してくれは赤や噛み殺すような声で殺してくれはダメでしょ。何をやってるんですかもう。もう俺に笑いを教えてやってるっていう言葉が噛んでるってどういうことやろ。ありがとうございます。勉強になってますね本当に。もういいです、もう全然ダメじゃないの本当に。もうじゃあもうAPM の最新情報、はい、そっち行ってください。みんなそれが一番大事なとこやから、ここはお願いしますよ。はい、今週も年末の忘年会で披露しようと考えております。その前に夏や言うてるなんで年末先に切りしてんねん。はい、モノマネで最新情報を出したいと思います。モノマネで行く、大丈夫、もうひどいで、ずっと元気ですか。せやん元気があれば何でもできる。後ろの二人もしゃくれてるやん。元気があれば最新情報も紹介できる。いくぞーと、ちゃんとしゃくれろ。1、2、3、2、だーやろだーやろ。そこはなんで庄司さんやで。恥ずかしがりながらやるから受けへんやで。ダーンってやらんかい。ダーンってで、ここ戻せよ画面。何回も言うてるけどよ、そこだけなんでしっかり最新情報ないとお前ら。イリジャル T0 走り屋交流会です。7月23日は岡山ジョイポリス、8月20日は金沢メトロポリスで開催です。ぜひお待ちしております。次お願いします。イリチャル D0 の女子部第2弾募集開始、来週20日の22時までとなっておりますので、クリアタイムが3分45秒を切る、秋名の下りですね。どうもでした、こちらを出せる方はご応募お待ちしております。はい、今週は以上です。もっちゅーちゃん、おい、いつまで顎の反省してんねんお前。リハの方が出てたで。本番なんかちょっと可愛いして森を出せたやろ、もっちゅーお前出しよ、もっちゅーちゃんと。恥ずかしい。恥ずかしい、あれ音出さんかい、かんちゃんも。もっとリハ出てたやろ。そういうとこがウケへんやで。出して出してってってやるからウケんねや、はい、ほんまに頭やで。なんだよほんまに。ということで、はい、また書いてあるけど、はい、先週あの人と戦いましたけど本当にあれで良かったんですか。いやもうそれ子犬呼ぶ時の鳴らし方やちんちんちでしょ。まあいい、どうしたの。何いやな、ちゃん、何勝てば官軍最低やろ。手段を選ばんってこと。はい、なんだか今日も勝てそうな気がするんで、うん、今回もあの人の土俵で戦おうと思います。いやだからその姿勢ダメですよ。お願いちゃんとしないと、まだ負け越してるんだからの。あ、そうだ、そういうね、サラリーマンっぽいね、うどんさんが見たい、みんな、うん、よう、銭形のギッツァンよ。絶対買えない。もう調子乗ってるやないか。お得意のギルティギア、イグザード、レブ2で相手してやってもいいぜ。もうさっきの豚とかの方が良かったわ。なんか恥ずかしさなかったわ。ほら、あー来てくれたね。ギッツァンがすんませんね、本当に勝ち越してんのに。ごめん、ちょっとツイッターやってた。もう聞いてへんや。ごめん、なんかやんの。いやいや、あのまたちょっとギルティギアで、うん、あ、ギリティ？ちょっとまた対決してほしいということで。あ、いいよいいよ。今ね、4勝3敗で川岸さんがリードしておりますから、どうしてもちょっとドローにしたいみたいです。うん、ああ、いい、全然いいよ、はい、今日ちょっとコントローラーこっちに寄ってくれてありがとうね、なんかね、いつもだいぶそっちにあるから超やりづらいんだけど。あら、いつもこうやってやってたから。そんな感じでやってたんですよ。横笛みたいな状態でやってたから。今日なんかやりやすいね、これ。横笛みたいな。ありがとうございます。いいですね、乗ってますね。はい、はい、さあ、はい、じゃあ何を使うんですか。それでは、はい、
ね、川岸さんいつも、はい、僕、はい、もう書いてしました、ね、で私はですね、今までの屈辱を晴らすべく、珍しいよあんなキャラ、はい、研究した結果レオで行くことになりました、はい、レオ研究した、そして、はいはい、うん、先日アークの片野さんにですね、ゲーマーのプライドがどうとかより気軽に遊ぶべきですよというアドバイスいただきましたので、まさかスタイリッシュで行きたいと思います。最低、今日は勝ちたいんです。マジで最低。すごいメーカーに怒られる。そうや、もうバスケがしたいんですぐらいの今今日は勝ちたいんです安西先生みたいになってましたよ。そうですね、もう、今日こそは負けられない戦いここにあるということで、これどれぐらいまた持ってる。でこのキャラはとにかく近づいて、あーやべ。さあ川口さん、スタイリッシュのこの連打の力でなんとか、もういけるいけるいける、勝てる勝てる勝てる、最低。いや、やべ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 、調子乗りすぎた。頑張れ、おっしゃー、よしまず一勝。はい、ここで手は抜かない、絶対手は抜かない。距離を取って、距離を取って、距離を取って、あーやべえ。おー、頑張れ頑張れ。やばっ。おー、いけるいけるいける、おー、なーっ。やったー、勝てた、嬉しそう、勝てた、よーよー、喜ぶ、よー喜ぶ、スタンハンセン、ハンセンなってた、今よう見たらキツネになってたね、コーンってなってたけど、あ、そう、コーンでしたっけ、今、キツネ、来ましたよ、宇野ハンセンはコーンです。本当にムカつく。勝った子、ね、社内社員だったらぶん殴ってる。ということで、これで4勝4敗、やべえ、並んじゃった、いい感じになってました。今後ともね、楽しみにしましょう。はい、ということで宇野さん、来週もよろしくお願いします。いいとこ見せられなかった、ありがとうございました。目指せ大冒険。